パラブラリー。はい、今日は新宮町に来ております。新宮中央駅の前におりますが、ちょっとまだ気づいてない方いると思うんですが、矢野くんが今日、お休み、クビみたいなもんなんですけど、ゲストの方に来ていただいております。スーパースター、こちらの方です。どうぞ。どうもグリ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 ゴリケンさんです。来ました。相変わらずちょっとやめてくれよ全部やらせてくださいよ。すいません、はじめまして。来ちゃったね、ちょうどね。ちょうど、はい、ちょうどなんですか。ちょうど来ちゃいました。ちょうど来た、はい、ちょうど来ました。ちょうど今到着したんですか。ちょうど今、はい、ちょうどパラシュート部隊斉藤優とペペの代役ゴリケンが福岡の魅力を再発見する旅企画、パラブラリ。今日は新宮町を2人でちょっとブラリしていこうということなんで、2022年、住み続けたい町第2位ですから。おお、さすが。はい、2位なんすね。2位です1位ではない1位ではないですもう新しいマンションとかいろいろあるっていうことは、はい、まあちょっとお店もあるっていうことなんでね。そうですね。ということで今日は、兄弟カルタ家業です。おお、家業で最後、いろいろ書いていきますんで、これでね、いいやつで。じゃあ早速ちょっと巡っていきましょう。少年がずっとこっち見てんだよ。少年逃げんな逃げんな、ほらほらな。少年、こんにちは。写真撮ってたな。どっちが好きなの？どっちも好きじゃないでしょ。あの距離感。オープニングはね、ごめんね、ちょっとつまずいて。動物見る距離感する。あ、そうだね。さあ、はい。ね、IKEA からちょっと歩いてきてね。ちょっとね、もうちょっと致死量歩いてるよね。いや、そん、まあちょっと暑さでね。暑さで、ちょっとオアシスが欲しいとこですよ。いや、早めにもう冷房のね。でもこの辺洒落たパン屋とかが結構やっぱあるんですよ。あ、そうなの。はい、新宮はほらもうあった。お、何やこれ。これはパティ、なんて書いてますか。え、パティスリー、スイーツだよね、これ間違いなく。ちょっとゴリケンさんいいですか。ちょっといいよ、休みじゃないですね。今日は空いてると思います。行きましょう。お願いします、先輩。あ、こんにちは。何があったの今。嫁がいたぐらいの感じでしたけど、こんぐらいの仕事しかできませんから、今週ぐらい行かせないと。もうオープニングからずっと何喋ってるか分かんないから。くそー。OK ね。分かった。早いな。いやいや、俺の腰前は大根役者が。訪れたのはパティスリーてるてる坊主。すいません、よろしくお願いします。ほら、素敵な。どうも。このいい香りですよ、これ。ゴリケンさん、何来たことありました。嘘つけ。え、来たことあるんですか。お久しぶりでさ。え、ご夫婦で。ちょっと待って、本当ですか。これね、つい最近。つい最近。あ、ごめんなさい。いや、ご夫婦で仲良くね。そうですか。こう長いんですか。もう8年ぐらい。8年、はい、新宮で。そうですね、もうずっと新宮で。なんかちょっといろいろこだわりが、ほら和三盆。これそうですね、うちが香川出身なんで、はい、ちょっと福岡でも広めたいなと思って。なるほど、はい、そう。あ、一応うどんっていう考えなかったんですか。いや、うどんは作ってないです。あ、ごめんなさい。福岡でね、香川の人が全部うどん作るわけじゃないから。ごめんなさい、すいません。一つなんか食べましょうか。なんかね、ちょっといろいろ。ゴリケンさん甘いの結構好きですもんね。まあ最近ちょっと気になりますよね。最近。なんかね、ちょっと学校とコラボしてるみたいなのもあるんですね、これ。あ、そうですね。へえ。ここのギフトのこれを作ってもらったって。パッケージを。え、どこの学生さん。あ、新聞に載ってるわ、はい、新宮の中学生だ。へえ、めちゃめちゃいい経験になるんですね。売れてますよ、やっぱ。そうですね、新宮のお土産とかでは結構使われますね。ただ焼けるしては一番売れるのはドーナツが圧倒的に売れるんですけど。じゃあ僕ドーナツ行って、ゴリケンさんそのドーナツ行こうかな。ねえ、ねえ、聞いてた。何年やってんだよ。いや、でやっぱ新宮派にしますよ、やっぱ子供。学生さんがね、学生さんデザインした。あ、そうですね。じゃあ、先輩から行きましょうか。可愛らしいのよ。
ねえ、ね、今日でもせっかくなのでお土産で奥さんに買って。いや奥さんいないのよ。え、ふざけてんのか。受けてないぞさっきから打率が一生懸命突っ込んでるけど、うん、軽いですね。そうです、あのちっちゃいお子さんからあのお年寄りまでみんな食べやすいです。うわ、うまっ。ふわっとしてるんですね。新宮で採れた蜂蜜も使ってる。マジですか。じゃあ私このね、香川の和三盆。和三盆、うわ、逆にずっしりきますね、はい、重みが。いただきます。うわ、めちゃくちゃいい甘さですね。独特な優しいっていうか、うん、はい、あの、うん、すごく残るような甘さじゃなくて、はい、ご主人のやっぱテーマ優しさがありますね。そうですね、まあ、誰にでも食べやすいっていうのがコンセプトであるんで、うん、ケーキにしても焼き菓子にしても、うん、やっぱあれですか、奥様にも優しいんですか。僕はそんなに優しくはないかもしれない。いや、なんかちょっと聞いてみようかな、うん、奥様ちょっといいですか。奥様に対してはどうなのかなって、優しさは。一番最近喧嘩いつしました。喧嘩はそんなに喧嘩することはあんまない。あ、そうです。なんかあるんですかね、秘訣みたいな。なんか秘訣とか、うん、奥さんからなんかありますか。秘訣、うん、長続きの秘訣。そうそうそう、男性はこうした方がいいよみたいな、うん、ご利権さんに教えてあげてください。ぜひ、うん、耐える耐え忍ぶご主人も耐えてるんですか。そうですね、耐える。そっか。いや、ごめんなさい、微妙な距離感が空いてきたんだけど、ちょっと話すとね、余計なこと。いやいや、ごめんなさい、引きずり込もうとしてんのかそれではパティスリーてるてる坊主で一句。家業の家と家。家ですね。おし、勘違いして奥さんの話しちゃうんだよな勘違いじゃない、意図的だろ。いやいや、ついつい意図的じゃん。ついつい本当ド忘れしちゃって。いやでもそれなんか思い出させていただいたのが、僕はちょっとお二人を見てですね、ちょっとあの、うん、率直な結婚も悪くないんだなっていう。わはい、離婚したんです。いや、もう言わなくていい新宮町で家業の旅、2枚のカルタが完成したところで、さあ、はい、ちょっとね離れて、はい、来ましたけど、ね、まあ、道路沿いのもうちょっと地主寮歩いてるよね。いや、そん、うん、まあ、まあ、この辺にはお店がちらほら、なるほどなるほど、ちらほらありますがあれ新宮ですけど、はいはい、福間ラーメン。福間ラーメンろくでなし来ましたね。うわ、いけるかな。あれちょっと辛い系もあるのかな、これ辛麺。ゴリさんも辛いの本当得意ですか。辛いの強いよ俺は。相当辛いのでも、もうゴリケンさん甘いって言っちゃうから、うん、強すぎてちょっとね。訪れたのは福間ラーメンろくでなし。取材も OK ということで早速オーダー。私この特製のゴリケンちゃんが辛麺はこれ何辛まであるんですか。0辛から5辛までございます。5辛、あ、じゃあ5辛で。いや5辛だからないか。 5辛って結構マックスですか。5辛結構辛い。かなり辛い。大丈夫大丈夫です大丈夫です。激辛の中の激辛ですよ多分5辛って。いやそうっすよね。1辛でも他店で中辛、うんうん、だって1辛で、うんうんうん、3辛ね、うん、当店の高菜が余裕な方。これ高菜に俺初めて見ましたよ、うん、高菜ですよ、うん、蓋に危ないって激辛なんだ高菜で危ないってすごくないですか。これちょっと食べてみればいい、うん、そうですね。斉藤がちょっと、あ、そうですね。からし高菜は辛くないとなと思うんだよね。でも危ないはちょっと怖いよね。うわっ辛い嘘そんな危ない油ってもう食ってるのよ爆発系。え、これが3ってことか。これが大丈夫な方が3からいけるんですよ。それより全然高いじゃん、ここからって結構、結構辛い。危な辛い辛い辛い5辛5辛。痛さがうまさだと勘違いしてる方やばいじゃん。辛そう。ここまで来るとそうだ。ありがとうございます。うわうわうわ、これこれいいわ。すごいねこれ。ちょっと泡系のほらちょっとこってり系にしました私は。うわすごい、もうシンプルでめっちゃうまいラーメンですね。超こってり系です。
いや、美味しいわ。うわ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 、ここから来ました。ここからで、はあ、いいマグマしてんじゃん。どうなのかってことですよね。あ、サスケだね、今。おお、サスケ。ちょっとサスケだね。目に来る系ね。これでも本当にうわーとか、あのマジのやつで、あの、いやいや、本当に強いんで。あ、でもこれは結構来るかもしれない。ちょっと、いただきます。スープね。いいやん。おおおおいいね。いい。どうもありがとうございます。あ、甘いね。甘い。バケモンや。もう甘辛レベル。甘辛だね。いやいや、あのね、いや、バケモン、僕はやっぱ辛いの好きですから、これぐらいの突き刺す系とね、あとこのニンニクのね、感じのこのスープ、あのひき肉のね、うん、絡むね。すげえ辛いのが絡みますね、これ。おお、ちょっとすいません、ちょっといいですか。はい、全然大丈夫なんですって。足しますか。え、足しますか。いけるんですか。いけます。じゃあ、あの、カイカラで。カイカラ、はい、カイカラでお願いします。うわ、ちょっと待って。このままもやばいかもしれん。本日のパラブラリは新宮町をぶらり。うん、絡むね。辛麺の5辛では満足できないゴリさん、追加で辛さを足すカエ辛をオーダー。こっちに4入ってます。これはもうやばいかもしれん。これいった人10なんで、都合15だけ。これが今6足し。うわー、これはちょっとお前なんちゅうことしてくれた。いやいや、でもやっぱ向こうがやっぱちょっとドヒャー火ついてたから。10から足して15から、さすがにこれは。いや、でも本当この人はもう辛みに関しては絶対辛いなんて言わないよ。うわー、ちょっと待って、いや、帰り道みたいになってるから。どう花火がだ。あ、ほら、辛いわ。辛い辛い言ったね。明日行けるかな。いや、でも行くもんな。何か言ってください。辛みと語り合うのやめてください、一人で。これはやるな。でも、こういうの求めてたんでしょ。正直、あの、うまいんだ。あー、旨味もあるってことですね。辛みだけじゃなくて。きた、麺完食。いやー、これ名勝負でしたね、本当に。これでももちゃんまで、もしかしたら、そうだね。亀くんが。ももちゃんのストア。うん、辛い部、うん、辛い部、カレー部みたいに、うん、辛い部発足したいな。発足ね。感じがね。それでは福間ラーメン6でなしの辛麺で一句。家業のくとこ。こですね。こでいきます。お願いします。ちょっとあの、この後トイレ休憩お願いします。ちょっとね、ちょっと一回メンテナンスして、ちょっとだけ、ちょっと一回メンテで、お時間いただけますか。はい、はい、メンテで、はい、メンテの時間を、はい、じゃあ私、クですね、うん、はい、苦しむゴリケン最高。何やそれ。新宮町で家業の旅、4枚のカルタが完成。ラストはさあ、はい、本日ね、はい、新宮を、まあ、ちょっとあのスペシャルゲストのゴリケンさんと、ありがとうございます、巡っていきましたが、はい、最後に木ですね。木でね、はい、じゃあゴリケンさんの方から、はい、お願いします。こちらしました。決まりだね、ももちからいぶ、はい、きた。発足させようかなと。発足な。あ、ごめんなさい、まだ発足で覚えとるな。さっきだぞ。あ、そうか。まあちょっとこれを見てね、はいはい、上層部がどうなるか。いや、俺は今回ゼロじゃないと見てます。お願いします。オーディションじゃないんだから。いや、でもシングいいところでした、ね。はい、よかった。はい、ありがとうございました。